こちらはラルフさんから来ました。響く、それは妻の一言。先日夜中に痛みが、腎臓結石で私のたうち回るほど痛くて、妻に救急車呼んでと絞る声で頼むと、妻が無理無理って、だって私化粧してないし眉毛描いてないし、痛みに響く。結果妻の化粧待ちで妻の運転で病院に行きました。妻の一言は響きますね。朝一でくもじ引き買いました。ペイペイで初めて笑い笑いってきてます。よかった、ラルフさんな、大変だったね。でもそうなのね、優先順位がやっぱみんな違うから、旦那の腎臓結石と私の前とどっちが大事だと思ってるねって考えたらわかるでしょう。もう衝撃、余計になんか悪化しそう、ねね、なんで私と一緒に住んでるのって私ちょっと今日のあんたには残念だわ救急車、眉と救急車、ちょっと考えたら考えないでも分かるんじゃない普通って、ああがっかり、驚いた、もう本当にって、私の結婚何だったんだろうこの30年みたいなね何にも分かってくれてなかったな私のことってってことですよね、おっしゃってるのはね、そういうことだ、そういうことよね。ラルフさんもう本当に耐えて本当に、はい、そしてごめん、今日一番面白かったです。